そしたら、まず、花市場に最初行った時のことって覚えてる？まあ、おぼろげにね。おぼろおげぼろげに。まに。ず、相当前やもんね。そうやんな。もう、だから23、4年前やもんな。普通に18、19とそうしたやら、ね。まあ、40な、あんまりな。で、じいちゃんが初めて行った時の市場の印象ってどんな感じやったの？なんか、ディープな感じというか、なんか古い職人の世界やな、みたいな。なんか変な、もう仲いい人らが集まって、グループあって、なんかまあ職人の世界って感じかな、なんか。確かに、その当時って手競りやったんじゃない？伊勢製菓って、まあ、うちらの三重県では、まあまあ、ぼちぼち規模はあってんけど、その当時は。そこでもやっぱ手競り？やっぱ大阪とかぐらいやったらもう機械の競りになってたんかな、その時。なってたか分かんない。そうやけど、まあ一応手競りで。じゃあ、まずその手ゼリー、その手の、その数字から覚えていったと。ああ、じゃあ今ちょっとこの手ゼリーをちょっとなんか解説してもらっていいですか？指と数字を。まあ、しょうもないけど、まあ、1、2、普通3はこうやけど、3はこうか。普通は3はこうするけど、1、2、3、4、5、6、7、8、9とか。で、まあ全部、それのまあ5とかやったら、5の500円やったら、こう振ったりとか。ああ、手を回したら、ちょう回しどたら、500円刻みになると。5500円とか。そうそう。なんかもう今できるか心配だけど、できたらよかったな。1500円とか1550円とかなんかそんなんで、ええー、っていうかまあ、まだやってるけど、早くれ、早くれとかいう声、声の方が出ないけど、これやって、一応やってなければ、早くれよとか言って、まあ、なんちゅうとまあ、素人に気配でみたいなもんやったからな、そんな、行ってすぐにそんなプロみたいにできへんし、まあでも一応覚えて。じゃあ、じいちゃんが初めて競り落とした花っていうのは、なんかこう、記憶に残ってる？いや、それがな、初めて狩猟とした花とか、もうなんかこう、わーってなってて、もう全然覚えてないわ。そうやね。もうだいぶ前やもんね。そしたら、ちょっと話は変わるけど、ちょっと関連でいこう。花市場で大変やった時のエピソード、なんかあったら教えてくだ花市場で大変ってどういうこと？さい。なんか苦労したこと、花市場で。なんかいろいろあると思うよ。その、なんか買われんかったとか、その荷物が間違えてたとか、なんかそういうエピソード、なんか。まあ、特にうちら、その田舎、三重県の伊賀っていう、まあ、山里離れた田舎で、まあ、その伊勢に行くにも、大阪に行くにも、まあ、1時間とかかかるし、まあ、朝早いわ。他の花屋さんよりは早いのかな。で、まあ、朝早起きするって、寝坊するとか、そういう、まあ、そういうのもない、初歩的な大変なこともあるし、ほんで、まあ、手競りやったら、その、やっぱりこう、昔ながらの風習で、ベテランの花屋さんに、なんぼくれって言っても落とされたりとか。あるいは、なんかそういうの。ある。で、まあ、ほんで、私生活で、それが、やっぱりそのなんぼ適切な値段で、1000円とか1500円あってても、上の偉いさんの花屋さんが、まあ、くれって言ったら、あってやってくれへんだりしたから、で、まあ、親父と相談して、まあ、大阪の機械競りの方の、まあ、昔行き始めた西日本花卉っていうとこやけど、まあ、20歳ぐらいの時かな、行き始めて、そこやったら、その、もう機械やから、もう平等に当ててくれるから、まあ、それはもう本当の、まあ、才能っていうかさ、その適切やったら早いもん勝ちで、1円でも高く買った方が当ててくれるやんか。そうやね。だから、そういうところでなんか、まあ、苦労したんかなと思って、今思えば。あと、まあ、いいものを安く、買うのに、なんかこういろいろ覚えたりとかな。そうやね。まあでも、最初のその手競りっていうところは、その俺も経験してきたけど、やっぱりその不平等な世界っていうか、そうやね、不平等やね。その不平等に、やっぱりこう、
悩まされるその、うん、その当時の若手っていうのはやっぱすごい俺は多かったんじゃないかなって思うよね、うんうん、だから俺とかじいちゃんがやっぱり競りに参加しようと思った時に、うん、それはやっぱり羽屋歴20年30年のベテランが1個くれっていうのと、うんうん、俺らみたいなペーペーが1個くれっていうのではそれはやっぱり競り人からしても優先順位っていうのが絶対あるからな、やっぱり人がやったらな、うん、やっぱりそう忖度忖度が生まれるからな忖度ない魔法に言うたらそうや、ね、忖度まあ言うたら非議差別、うんうんうん、まあそういうのが生まれるでやっぱりしゃあないね。そうやんね。でも機械競りになったら、うん、やっぱりその、うん、逆に若さを武器に、うん、その瞬発力であったりとか、うん、条件反射でこうパーンとこう押せるみたいな。うんうんうん。なあ、ほんまに それは便利やなと思った。さすが大阪やなと思った。そうやね、確かに、うんうん、他になんか花市場でちょっと困ったことあったとか花市場でのなんかエピソードってなんかある？うん、まあなんか毎回がエピソードっていうかなんかこうあれやから特別なこれっつってないけども、うん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 、うん、な、何やろ、花市場のエピソードあの困ったことってまあ別にないよ、ないんちゃう？あ、そう、花買って、うん、花買って帰ってさ、うん、まあ売れる売れへんで大変やとか、うん、そういうのはあるけど別にまあ市場やから適当に買って帰ってやっちゃうみたいな。まあ確かにね、その、うん、あのお父さんは仕入れてきたものに対してなんかこうケチをつけるとか、うん、そういうふうなのはあんまなかった。そう、それよくあるって言うねんけど、うちの間はまあそこはそこが良、まあ、かったのか知らんけど、うん、あれ自分はまあ行きたくないんかまあ寝舞台かなんかわからへんけど行かへん、うん、だからまあそこは言わんとこみたい。ああ、まあ結構寛大やね。だから一切、うん、そこは言わへん。最初はだからさ行き始めてさ、うん、父親が100買うてきたら僕はなんか70しか落として帰ってこれへんだとしても、うん、まあお客さんから苦情が来ると、うん、まあ、あったと思うねんかな、うん、だけども、まあ、そこは親父はまあ息子はまだ若いので堪忍したってやーってみたいな、そんな感じでそこはまあ見守ってくれたみたいな。それいいね。うん、それいいエピソードやねんけど、うん、でもまあ裏を返せば自分めんどくさいから、ね、なんだ親父お前行けやみたいに言われたらカナンから守ってるだけかもしれんけど。あ、確かにね、うん、まあまあまあ一応 A エピソードに止めときましょうか。そうやね、まあ、まあまあいいエピソードやったわ。いいエピソード。